経済評論家常念司が5分で解説ということで、石橋シャークナイアガラドーン、はい、始まりました。今日日経平均先物ね、予想通り、暴落から始まっております。現在ですね、朝9時50分ぐらいなんですけれども、日経平均はですね、金曜日の、大引けからですね、1826円安い、38002円ということで、まあ、3万8000円を、まあ、挟んだ、まあ、攻防になっていると。まあ、4万円超えそうだみたいなところからね、まあ、2000円近く落ちてるのでね、石橋ショックとは言えるんですが、当初予想されていたよりは、下げはですね、そんなにきつくなかったというのが、まあ、実際のところなんですね。日経平均先物ベースで見るとですね、金曜日の終値はですね、マイナス2400円だったんですよ。で、それが、マイナス1850円ですので、まあ、650円ぐらい、あ、じゃあ、550円ぐらいか。あ、じゃあねえや、550円ですね。550円ぐらいだから少し反発していると、いうことですので、まあ、3万8000円前後と、いうことですから、まあ、ここね、1ヶ月ぐらいの動きで見るとね、まあ、3万8000円前後っていうのは、まあ、ある意味こう、レンジ内というか、そんな感じですかね。ちょうど1ヶ月前がですね、3万9000円ぐらいまで行って、その後3万6000円ぐらいまでまあ下がった後、金曜日ね、4万円近くまで上がって、そしてまた3万8000円ぐらいまで落ちると、いうことで、結局まあ大きな、まあ半年のちょっと今チャートを見てみますけど、8月の暴落の後ですね、8月の暴落以降はですね、まあ大体この辺のレンジで、まあ動いてるということなので、まあ急落ではあるしね、まあ金曜日は急騰だったしね、今日は急落ですけど、まあ基本はレンジ内の動きで、そんなに、大きな、ことでもないかなと。まあ、見てきたようにね、物言って恐縮ですけど、金曜日はね、高市さんへの期待が高まって上がり、で、月曜日は石破さんへの失望で下げるみたいな。まあそう、まあそうなんでしょうけどね、どうなんですかね。まあでも高市トレードみたいな感じでね、言ってますけど、日銀にね、利上げを止めさせてね、で、その財政ふかしてなんてことをやるとですね、ちょっと実はインフレが行き過ぎちゃう恐れもあってね。はい。短期的にはそれで株価上がるかもしれませんけど、長期的にちょっと維持不可能になる可能性というのもあったんですよ。だそういう点で言うとね、まあ今回の下げっていうのは、まあスピード調整的にはありかもしれないです。で、まあ今後ですね、石破さんがね、まあどういう政策をやるかというのがポイントですが、まあこの週末の動きね、もう一回おさらいするとですね、この総裁選までの間ね、金曜日の総裁選までの間ね、石破さんがずーっとこれまで、もう安倍政権時代ももう含めて、もう10年近く言ってきた、反資本主義的なこと、ね、反経済的なことね、ね、それから、元谷幸介さんに代表されるとんでも理論ね、こういったものをブワーって言ってきたんで、これこのままやるんじゃないかという恐怖でね、マイナス2400円いったんですけど、まあ、2番というかね、まあ、2番ですね、3日2番で、だいぶひっくり返しまして、ご本人もね、岸田内閣の政策をね、継承するとかね。それから、まあ、金融緩和、別にそんな問題ないとかね。で、財政出動もするかもしれないとかね。もう、いろんなことをひっくり返して、まあ、その結果ですね、まあ、ダメージコントロールにある程度成功したかなと。まあ、先物の2400円から、輪かけて下がってね、5000円安とかになったら、これ、大変なことだったんですけど、まあ、それは回避してですね、まあ、少しこう、まあ、オーバーシュートしたのの、まあ、戻りで、まあ、言ってる感じですね。まあ、前場はこんな感じでしょうね。最終的にちょっと大引けがどうなるかまだわからないので、ちょっとね、油断は禁物というか、なんというかですね。まあ、そんなに確定的なことは申し上げられないですけれども、まあ、売りが一巡した後ですね。むしろね、勝負はね。そんな風に思ってます。まあ、なんか、石破で日本終わりみたいな感じで盛り上げた方がアクセス稼げていいんでしょうけど、私はあんまそれ意味ないと思うんですよ。何度も言いますけど、アメリカ大統領選挙陰謀論みたいなことは俺はやらないから。うん。で、石破さんが好きで言ってるわけでもないから別に、客観的な情勢言ってるだけだからさ。ね。ひっくり返したって事実だろあのままやるって言ってねえから、一応ひっくり返したのよ。言うといて、でもまた元に戻ったらそれは市場は揺れるからね。それはその時また解説しますけど、現時点ではですね、事実として石破さんは今まで言ってた反資本主義的な発言をひっくり返したわけだから、この2、3日でね。ね。で、慌ててひっくり返して、まあ、やってるわけだから、まあ、市場もそう評価しているという、この客観的な事実ね。ね。で、そのひっくり返したことが、もうちょっとちゃんとこれからね、政策として固まってきて、本当にああいう危ないことしないのねって確信になればまた株は上がりますよ。はい。それだけの話なんで。だからそれはもちろんそうよ。そんなこと言っといて、ごまかしただけでこの後裏切ったら株下がるから。って話なんだけど、こういう話ですらですね、石破びいきとか言うんだったら、もう話になんねえなと。
まあそういうやつは多分株も買ってないんだろうと思うんですけどね。別にいいんですけど。はい。で、まあ、この辺のね、ことね、詳しくはですね、八重洲イブニングラボの方で、はい、言ってます。そういう、まあ、平場のノイズのないところでね。はい。ちゃんと投資する人にはちゃんと話をしてますので、ご関心ある方はそちらで、聞いてください。まあ、とりあえず、落ち着いてもいいんじゃないということだけは申し上げておきます。ということで、今日の情報、今日の内容ね、面白い、興味深いと思った方はね、ぜひ高評価の方、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！